ロッサライズ KFC は、高知県高知市を本拠地として活動する、社会人、サッカークラブ。久保川高校サッカー部 OB を中心にして1994年、久保川フットボールクラブとして創設された。2009年に、高知県社会人、サッカーリーグ2部 B ブロックで優勝し一部に、復帰すると、2011年からは、高知県リーグ1部で3年連続で3位となり、 クラブ名を変更した2013年には、全国クラブチームサッカー選手権大会に初出場。結果は準々決勝で、岐阜県代表のリベルタに敗れたが、徐々に力をつけ始めていることを証明する。2014年、高知県リーグ一部で2位となり、四国リーグチャレンジチーム決定戦に進出。決勝で、徳島県代表のイエローモンキーズを下し、 初の四国サッカーリーグ昇格を果たす。四国リーグ初年度の2015年は14試合で、わずか4得点と大苦戦。中村クラブには2勝を挙げたものの2勝12敗で、最下位となり、1年で高知県リーグに降格となった。2016年は高知県リーグ一部で2位となり、四国リーグチャレンジチーム決定戦に進出。この年は2チームに昇格の権利があったが、 三つシーリングテクヌに敗れ残留となる。本クラブは、久保川高校サッカー部 OB によって結成されたが、2013年に様々な高校や大学出身のメンバーで構成されていること、また、この年がクラブ創設20周年でもあることから、クラブ名をロッサライズ KFC へ改称した。クラブ名のロッソリセは、本クラブのクラブカラーであるレッドのイタリア語、ロッソに、 旧久保川町の特産物であった、米の英語、ライスと、上る舞い上がるソビエタツという意味の英語、ライズを掛け合わせた造語で、KFC は、久保川 FC の略称である。スポンサーについては、ロッサライズ KFC ホームページを参照 ABC。この年、高知県リーグ一部優勝の高知大学には、四国リーグチャレンジチーム決定戦の出場権がないため、ありがとうございます。